ジョーバルガーダムの貯水池として検討されている、神崎市セフリ町の岩間村今地区上原川ダムは、佐賀県神崎市、一級河川、筑後川水系上原川に建設が計画されているダムである。国土交通省九州地方整備局が計画しているダムで、高さ98.5メートルの中央土質社水壁型ロックフィルダムで建設される予定である。 当初は多目的ダムとして計画されていたがその後の計画変更によって洪水調節のみを目的とする治水専用ダムとして現在計画が進められている。1979年の計画発表当初からダム建設に対して反対運動が根強く日本の長期化ダム事業の一つに挙げられ現在も地元は建設に対し賛否両論が渦巻いている。 完成時期は未定である。ジョーバル川は天井川である大雨の際にはたびたび氾濫する一方雨が少ないと枯渇しやすかった。特に1953年の水害では流域に被害を与え、1994年の渇水では川の枯渇により流れが中絶してしまった。また流域は佐賀市をはじめ急速に人口が増加、水需要の逼迫が問題となった。 建設省は、上原川にダムを建設して、洪水調節と河川流量維持を図り、筑後川、上原川、加瀬川を結んで、水の効率的な融通を図る佐賀洞水事業と連携して、上水道、工業用水の供給を図るべく特定、多目的ダム事業として、上原川ダム建設事業が1979年により、計画された。 ダムの高さは98.5メートル、形式は中央土質社水壁型ロックフィルダムである。ダム建設はまだ実施計画調査の段階であり、本体着工は計画発表より25年経過した、現在でもなされていない。これは、下流住民がダム早期建設を要望する一方で、地元住民と一部下流域住民がダム建設に反対しているためで、住民は、 賛成、反対に分かれ対立し、佐賀県を巻き込み紛糾している。建設省は、ダム代替案を提示し、堤防かさ上げ、堤防院包み、遊水地の佐賀を流域住民等に提示し、ダム建設の有用性を説得している。一方、佐賀県は利水に関しては、参加を取りやめたが治水ダムとしての有用性は、認識しており、2005年に平常時には水を、貯水しない。 穴空きダム方式を国土交通省に提案。当初難色を示していた国土交通省も翌2006年1月、筑後川水系河川整備計画を発表し、この中で治水計画の柱としてジョーバルガーダムを治水ダムとして位置づけた。だがこれに対して賛成派は多目的ダムでの事業推進を要望、反対派は 有水地建設を柱とした治水対策が最善として治水ダム案には批判を強めており、両者は署名活動を行って活動のボルテージを高めている。同年4月には平成の大合併によって新しく誕生した神崎市市長選でもダム建設の是非が焦点となったが、新しい市長はダム建設について当初賛否を明らかにしていなかったものの、 後に、治水ダム建設賛成を明確に打ち出している。こうしたことから賛成派の勢いがつく一方で、反対派は様々な反対運動を繰り出していくものと考えられており、今後も賛成、反対両派のせめぎ合いが続くものとみられる。戦術のように計画発表から25年を経過し、未だ本体着工に至らないが、ダム事業はさらに長期化の一途をたどろうとしている。 ありがとうございます。